こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はビジネス書を読んで、菅谷七日先生の本なんですが、テレワーク営業術というその本の中にちょっと興味深いことがちょっと載ってましたので、それちょっとご紹介したいと思います。菅谷先生のね、私講習も何回受けていますので、その中でですね、結構ですね、ちょっと江戸時代のちょっと話がちょっと出るんですけどね、今にもやっぱり通用する普遍のそういう柳生家の家訓っていうのがありましてですね、特に縁を大切にするっていうことが非常に出てましたんで、一度得られた縁を粗末にせず、大切にする姿勢こそが人生のすべての場面で威力を発揮するということですと。これは現代の私たち の経営環境に当てはめて考えてみるとどうでしょうかということで、特に三流の経営者はお客様との縁を軽視し、常に新規客を追求すると。で、二流の経営者はお客様との縁の大切さを理解しつつも、常に新規客を追求すると。で、一流の経営者は既存客を最も大切にする経営を行うと。これ今のに通じることだと思うんですよね。ですから、これは昔からやっぱり江戸時代のそういう商人もそうですし、ビジネスっていうのはやっぱりですね、縁を大切にして、そこから紹介とかね、そういう、これからなかなかその新規客っていうのは増えませんのでね、現実になかなかそのやっぱり紹介とかそういうのを通してじゃないとなかなか難しいっていうのはありますので、やっぱりこういうことも視野に入れつつ、なんとか乗り越えていきたいなと思いますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。